はい、皆さんこんにちは。社団法人日本植物写真協会の会長をしております石井理子です。今回はこのストレッチ、もう画面に入んないかなっていうぐらい、これ庭に生えてたんですけれども、こういう葉っぱ、ストレリッチアっていうののお花もありますけれども、これ葉っぱなんですね。それの葉っぱなんです。これを題材に撮っていきたいと思います。これこのまんま撮ろうっていうと、相当後ろバックでかいのじゃないと撮れないんです。これだけの長さある、もう 1.5 メートルぐらいありますよね。これすって、これをもう本当根からドンと切ってきたんですけれども、これ撮ってくださいって相当大変なんですよ。で、私んちそんなに後ろバックないよ。じゃあもうしょうがない。そういう場合はもう、これ、もうこの辺で、ちょっと切らしていただきましょう。この辺で、ザンと。パス。と、まあこのぐらいになった。まあこのぐらいになるといけそうかな。でもこれでも結構大きいんですよ。60センチぐらいある。もう、後ろがバックが60センチしかないっていう場合、60センチのものは取れないんですよね。もう俯瞰からで取るしかないんですよね。もう後ろこれの倍ぐらい必要になっちゃいますね。もううちこんなでっかいの取れないよ、ご安心ください。これストレリッチア全部が取るだけが脳ではないですね。ストレリッチアってこれ南国のお花なんで、旅行とか行った時に結構南の方で見られる植物なんで、まあそういう機会があったらよく見てほしいんですけれども、結構これ面白い感じなんですね。何が面白いかって、こう葉っぱのこの全体が面白いわけではなく、部分なんですね。こういう部分なんです。こういうところはなんかギザギザになってるし、この角度たまらない角度してるんですよ。この角度私だけだと思うんですけど、この角度好きなんですよ。こういうの今回撮ってみようっていう感じで行ってみましょう。全部を撮るんではなく部分です。で、部分を撮っててもストレリッチアかなっていうのは分かるようにしてほしい。もしくはもう全く分かんなくてもいいです。もうその自分がここ面白いなと思ったところにクローズアップして撮ってってみてください。もうこれどこってもう撮ってくださいって言いにくいんですよ。人それぞれにその好きな場所っていうのがありますんで、そこの場所を今回はクローズアップして撮っていこうっていう感じですね。で、これはまた立たないんで、もう剣山にぶっ刺して立てて、立てるとまあこういう感じになるんですよね。で、この全部を取るんじゃない、私はここを取りたいんだ。で、もうそういうとこをもうクローズアップしちゃっていいです。それで取ってってみてください。私ここもうどこでもいいです。もう自由です。もう自分がもうここを気に入りました。だからもうここにだいたいピント合わせました。で、やっぱりこういうのはイメージ写真になっちゃなってきちゃうんですね。その生態の写真ではなく、自分の気に入ったところを撮るイメージ写真になるんで、この構図が結構大事になってくるんですよ。こういうイメージ写真っていうのは、もう生態写真だとそのものをドンと撮っとけば間違いないんですけど、イメージ写真っていうのはもう100人いれば100通りの撮り方がありますので、私はここが撮りたいって言ったら、もうそこにもうクローズアップして、で、もうピント合わせは向こうに来てもらいましょう。で、もうここだけ、私はここだけ撮りたいんですよ。もうこう光を当ててあげて、光を当てて
取るとこういう感じになるんですね。でこういう感じでいいんですよ。まあ自分がお 気に入った場所ですから。でこういう感じで、まあここが気に入ったったらもう何枚もいろんな方法で取ってあげるんですね。じゃあ今はこれで取ったんですね、面光源。じゃあ点光源で取ったらどうなるかと、こういう感じになる。ちょっと変わったと思うんですね。面光源と点光源でガッと変わったんですね。でももっとっていうんでしたらまた出てきたんですけど、これ手作りのスヌートのスヌートです。光をもっとちっちゃくする。これでもう一発今のところに当ててあげるとどうなる。下から光っちゃってますと、またこう変わってくるんですね、写真が。こんな感じで自分が好きなところを撮ってってほしいんですね。こういう全体生態写真じゃなくイメージ写真ですね。イメージの植物写真というと、もう千差万別なんですね。こう今こうやって撮ったんなら、こうやって撮ったらどうなるか。正面ですね。ここ好きなんですけれども、まあここも入れてみようかって言った時は、またこの隅と湿度。もうここだけに光をバシッと。もうちっちゃい光なんですね。それを当てるとこういう写真になる。こんな感じでもう自分が好きなようにイメージですから、自分のイメージがこうだ。でこれだけじゃなく、これ後で何枚かバンバンってあげますとね、ここが好きなんだ、この葉脈がなんかこう綺麗に配列されてて好きなんだと言えば、これを出して取ればいいわけなんですね。で表だけじゃなくて裏も、この裏の反り返りが好きなんだって人、その反り返りが出るように取ってあげたり。でももう切っちゃったんで、もうもったいないんで、この切り口が私すごく好きなんですと、ここを取れば、ね、もう分かんなくていいんですよ、ストレッチャーだって。もうイメージ写真なんで、だから思いっきり変わったことをしてあげるとイメージ写真になりやすい。普通に撮っちゃうと普通の写真になっちゃいますんで、もう思いっきり変えるんなら思いっきり変える、生態を出したいんならちゃんと生態が出るように撮ってる。だから生態を出すにはこれ葉っぱだけってあんまりないんですね。やっぱりお花とセットで撮ってあげないとその生態ってなかなか出ないんですよ。そのストレッチやって結構お花も取りがいがあるんですよ。和名で言うと極楽鳥花っていうぐらい、なんかもう皆さん見たことあると思うんですよ。聞いたことはないと思うんですよ、極楽鳥花って。すごい名前なんですけれども、こうトサカみたいなのが出ているお花なんですけども、まあそれちょっと面白いんで別の動画であげたいんで、今回あえて出さないです、写真に。でそれと一緒にこうくっつけて撮っていただけると、こう面白い写真、生態写真になるんですけれども、これだけで撮るっていうことはもうイメージ写真になっちゃいますんで、もう好きにもう光を当てるな、もうピンポイントですよね。自分の好きなところを撮るイメージ写真、こういうのもフラワーポートレートでは推奨していますので、もう思いっきりが必要なんですよね。もう極端にやる、撮ってみる、分からなくていいんですよ、何なんだこれはいうの写真を撮っていただきたいっていうので、今回の結論にさせていただきます。今回はストレッチャー使ってみましたがイメージ写真っていう感じですね。生態を無視してるっていう感じ、こういう感じでもいいですねっていうので締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またこれからもいろんな写真上げていきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。